にちは、埼玉するハロー中です。今日は胸トレと背中トレの様子をご覧ください。まずは胸トレからスタートします。テーマとしては自分の扱える重量を回数多くこなすというのをテーマにトレーニングしております。回数としましては10回から12回を目標にトレーニングをします。続きましてインクラインダンベルベンチ、こちらも扱える重量で回数をこなしていきます。続きましてケーブルチェストプレス、こちらは胸の下部を狙ってやっていきます。何回やんのか。10で出よ。続きまして背中のトレーニングに移ります。こちらのラットプルダウン、扱える重量で20回を目標にやっていきます。本来ならここで終わりのはずですが、温蔵さんのしごきが入り、あと10回やることになります。まさにこれがパワハラでしょうか。続きましてシーテッドローです。こちらも扱える重量で10回から12回を目標にやっていきます。続きましてベントオーバーロー、こちらも10回以上を目標にやっていきます。最後にワンハンドローイングです。こちらも自分が扱える重量で10回から12回をやります。あと20回。埼玉市の動画では温蔵さんは高重量、私ハローは軽い重量でひたすら回数をこなすというものをテーマにやっておりますので、比較対象として見ていただければ幸いでございます。どちらも試していただいて、皆様の日々のトレーニングライフに役立てていただければと思っております。それでは埼玉するハロー中でした。